テイラです。リナです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日の企画はメキポチ紹介です。イエーイ。ちゃんと持ってきました。ちゃんと持ってきました。ちなみに今日は、うん、2人ともセリフヘアメイク、うん、フルセット持っております。ので紹介していきましょう。していきましょう。はい、時間かかりそうだよね。でも多くて時間かかるんですけど。はい、ぜひお付き合いください。せーの、どうぞ。はい、今からじゃあ紹介していこうと思います。こちらのメイクポーチはですね、うん、雑誌の付録のやつなんですけど、こんな感じで入っております。はい。下地がこちら、ラムッシュポゼ UV イデア XL プロテクショントーンアップローズというものを使っております。知ってる、ていうか持ってる、え、持ってる、うん、これ続きまして、ファンデーションあんま使わないんですけど、ファンデーションがこのメイベリンフットミーリキッドファンデーション D112 番です。コンシーラーがですね、うん、え、ちょっと、一生すぎやさすがに。こちらがキャンメイクのカラーミキシングコンシーラーの03番のやつですね。で、まあまあ、あの汚いスポンジなんですけど、これロージーローさんのですね、というやつです。で、次パウダーなんですけど、こっちが、イニスフリーのノーセラムミネラルパクトです。パウダーの方はレラ持ってる、持ってる、めっちゃいいよね、これサラッとなるし、いい、ガチで崩れないから、これとキャンメイクのシークレットビューティーパウダーの02番ですね。こちら、うん、小鼻とかにこれは使ってます。で、あのパウダーを叩くのがこちらのセザンヌのこのコットン毛、コットン毛、コットン毛の方なんですけど、私こっちじゃなくて、あのもう一つの方欲しくて、なのに間違えてこっちを買っちゃったんで、今日ですね、あのちょうど買ったんですよ。こちら、アットコスメ東京で。あのポリエステル の、 あのちょっと違うんだよね。そう、ちょっと違う方、うん、これよくメイクさんが使ってるやつ。ああ憧れて、そう買ったんだけど、違う種類買ってまた今日買い直しました。シェーディングとハイライト、まず先にシェーディング、やっぱ影をね、影作って、影大事、そう、痩せて見える。同じの持ってる、ね、同じの持ってます。ヒナはあのこっちのこんな感じのお色を使っております。ちょっと暗い、ちょっと暗いかな、うーん、わかんないけど、どっちさがわかんないけど、わかんないけど、ブラウンみたいなやつを使ってます。続きまして、ハイライトは僕ずーっと使ってるんだけど、うん、賞味期限か、大丈夫なのかな、賞味期限か、賞味食べるのかな。はい、いただきます。いただきます。何どうしたの。小6とか多分そのぐらいから使ってるんだけど、こちら MAC のですね、ミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードフェイスパウダーというものを使っております。マジで変ないの、マジで変ないの、マジ多分一生使える、これ多分おそらく一生使えるって感じです。はい、次チークです。夏冬みたいな感じで使ってるんですけど、ちなみに冬使ってるのはリリーバイレッドのラブビームチークの06番、こっちがセザンヌの夏に使うのです、セザンヌのナチュラルチークの04番、オレンジです。次がですね、ケイトのデザイニングアイブロウ 3D の限定カラー EX7 でございます。じゃあ次アイシャドウいきます。はい、かわいい、かわいい、こっちから紹介しようかな。こっちから紹介します。クリオのフロアイパレットのゼロニッパブラウンシューです。かわいい、かわいい。はい、じゃあ、こちらですね、フラワーノーズの、ヘーゼルナッツココアの給食パレットです。見た目もかわいいし、かわいいし、中身もかわいい。で、こちらまたこれもクリオなんですけど、うん、クリオのフロアイパレットのミニがなんか出てまして、それの、01番モノムードっていうのです。こちらは超ブラウンみたいなやつの色です。あとはですね、ここに入ってらっしゃるものなんですけど、うん、量多いよね、私省略しようか。で、まずじゃあマスカラ、眉毛の方いきます。眉毛のマスカラを紹介します。眉毛のマスカラはこの2本を使ってます。明るめの時はこのヘビーローテーションのカラーリングアイブロウの05番ライトブラウンを使ってます。
でこっちが MAC のアイブロウビッグブーストハイバージェルリンカリング。これめっちゃいいんですよ。これなんかここに眉毛ありますよみたいな。めっちゃ眉毛綺麗に立つんで、これはおすすめです。次ですね、まつげの方のマスカラなんですけど、私のまつげ人生に革命を起こした商品なんですけど、そんなにすごいガチですごいんですけど、エティセのアイエディションっていうマスカラ下地。下地なんです。下地なんです。超これ感動するから、もう本当に疑わずに私のことを信じて一本を買ってみてほしいんだけど、ビューラーをこうするじゃん。その後これ塗ると、これマスカラ下地なのに超マスカラみたいな感じで、ちゃんと超長くなってめっちゃ盛れる、プラスカールキープ力がすごくて、これにしてから本当まつげに対してのストレスがもう一気にゼロみたいな。超いいです。これマジで本当にいいです。これ多分革命起きます。ガチで革命です。革命起きる。で普通のマスカラがヒロインメイクロングカールマスカラアドバンストフィルムで、第3のマスカラのロングタイプの方ですね。なんかマスカラに何使えばいいのか結構あんま分かんなくて、私、皆さんぜひおすすめのダマにならずに盛れるよみたいなマスカラが、あったら教えてください。ちなみにできればお湯をついたりとか、専用リムーバーいらないやつでお願いします。めんどくさがり屋なんで。で次がアイラインなんですけど、まずこちら涙袋と、ダブルライン、二重のところのラインとか書いたりするやつが、ケイトのダブルラインエキスパート極薄ブラウンってやつなんですけど、これはいいです。アイラインの方ですね。アイラインはこちらラブライナー使ってます。なんかもう色が分からなくて、焦げ茶みたいな色と、ミルキーブラウンみたいな感じの茶色です。でこれちょっと蓋がね、なんかどっか行っちゃったんですけど、ホットビューラー、ホットビューラーです。この横に入れてるサイドゾーンをちょっと紹介していくんですけど、こっちがパフの方で、こっちが試供品とかが入ってるやつと、みーちゃんからもらった鏡、あとなんか緊急でね、メイク落としたい時とか、帰りの新幹線とかさ、もう行かないみたいな思った時にスッて取れるように、ビオレ服焼きコットンウルオイリッチウルッドモイストっていう携帯用のメイク落としのシートです。じゃあ筆いくんですけど、最後なんかこんな感じでシェーディングのとかハイライトのとかチークとかぼかすのとか、スクリューブラシだったりとか、アイシャドウ、あ、じゃ大丈夫ですかね、なんか外れこれはダイソーです。でもダイソーのこのまつげのコーンのやつめっちゃ優秀です。どうしようかな。めっちゃ入ってる。すごいな。めっちゃ入ってる。これですね、まあ、ちょっと手短に紹介していくんですけど、保湿系リップですね。こっちが荒れた時用のモアリップです。で次こっちがディオールのリップマキシマイザーです。じゃあ色付きはこちらな感じなんですけど、じゃあこちらまたフラワーノーズさんの、リップなんですけど、もうこれはもう完全パケ買いなんですけど、めっちゃ可愛い。可愛いですよ。次にこちらセザンヌのウォータリーティントリップの04番オレンジって感じの色です。次キャンメイクのステイオンバームルージュの16番、これはめっちゃブラウンリップです。初めて買ったブラウンリップがこれでした。同じブラウンリップでリカフロッシュのジューシーリブティントの06番ルーブラウンっていう色があって、これはもうガチのブラウンです。これがロム&のジェットベルベットティントの06番です。超なんかムース感のあるやつで、で色塗るとマジなんか深い赤、深い感じなんだけど、超可愛いの、でこちらこれシャネルのルージュココフラッシュ68番って色なんですけど、いただき物で真っ赤なリップになってます。よいしょ。で次 MAC の、ラスターガラスリップスティックスパイスイットアップっていう色なんですけど、こちらこれはですね、可愛い、セリからもらったやつです。サンプルです。で大好き大好きリップなんですけど、ルム&のジューシーラスティングティントの、こっちが20番のダークココナッツと23番のぬかだみやを持ってます。でこっちはなんか赤とブラウンが混ざったみたいな色で、超お気に入りの色で、こっちが粘膜色リップって言ってめっちゃバズったやつの一つで、なんか
多分すっぴん風メイクとかに絶対いいし、ナチュラルメイクの時にも使えるし、久しぶりにママに可愛いって言われた時のメイクがうまいみたいな風に言われた時のリップがこれでした。で、ブランドが読めないんですけど、上司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 琥珀セミマットリップっていう V16 のクランベリーダムっていう色なんですけど、中国コスメで、もし気になった方調べてみてほしいんですけど、貝殻アイシャドウパレットってやると多分このブランドが出てきて、アイシャドウパレットの貝殻の形みたいな感じのが出てくるんですけど、それと同じブランドです。はい、ということで以上です。長かった、すいません。じゃあレイラのポーチはこんな感じで、こんな感じです、こんな感じで厳しいです、厳しいです。これアリアちゃんからもらいました。あ、いいじゃあ、まあこっちがあのコスメ、うん、でこんな感じで、こっちがなんか筆とか入ってます。じゃあまずこっちから。やけどね、これは顔と首の差をなくすために首は日焼け止めで入れてます。スキンアクアトーンアップ UV エッセンスミントグリーンです。じゃあ次、こちらは下地ですね。キスミーベースアンドシースキンバリアプライマー01番です、うん、次、はい、ファンデーション、おクリオミルカバーグロークッション、うん、04番です、うん、そしてパウダーはこれです。ビニスフリーノーセバムミネラルパウダーを使っています。これは本当にガチでいい、ガチでいい。じゃん、じゃん。あ、2つあります。シャンメイクカラーミキシングコンシーラー01番です。で、これはザセム、うん、新品チップコンシーラーナチュラルベージュです。眉毛はセザンヌノーズ&アイブロウパウダー05番、うん、コーラルブラウンです。なんかこれを使うようになって、うん、インスタに使った写真をあげたら、なんか雰囲気変わったみたいな言われたから、結構眉毛って大事なんだと思って、眉毛ね、すごい。これちょっとピンクっぽいのを使ってます。で、眉マスカラはキスミーヘビーローションカラーリングアイブロウ06番ピンクブラウンです。ちょっとピンクっぽいからピンクブラウンを選びました。はい、では次、あ、これ先いきますね。はい、キャンメイクミックスアイブロウ02番で、これはなんか昔は眉毛に使ってたんだけど、うん、今は涙袋で使ってます。では次、アイシャドウはこちらです。レイジークシャドウパレット10番、うん、オータムブリーズです。これ最近買ったんだけど、うん、大丈夫ですか？大丈夫ですか？なんか可愛い。これマジで可愛い。はい、じゃあ次アイラインいきます。キャンメイククリーミータッチライナー03番。私はアイライナーがあまり上手ではないので、これを何下地として下書きみたいな感じで使ってます。で、この上から、うん、出てるマックのブルーシーブラック、これはブラックでございます。ビューラーはどこかのか分かんないです。こんな感じのマスカラ、うん、いきます。これマジで大好きな、本当に。ビーアイドルの01番と03番を使ってます。これは下地かな。キャンメイククイクラッシュカーラーです。これもね、あの透明のやつなんだけど、うん、こんな感じ。はい、じゃあ次はハイライトいきます。ロム&シースルーベールライター02ムーンシスドベールです。ちょっとピンクっぽいのかな、うんうん、そしてこちら、こちら、こちらアートクラスバイロダンシェーディングです。でちょっとゆなちゃんと色が違うのかな。チークいきましょう。じゃん、キャンメイクマットフルールチーク05番、うん、これね、なんかオレンジって感じ、うんうん、
で、こちらはツリシーアイスイッチです。これはグリッターですね、うん、で今、はい、つけてるんですけど、はい、めっちゃ可愛い。これ本当になんか大粒のラメがすごい可愛くて、うん、涙袋に塗ってるのすごい可愛いです。はい、で鏡です。あ、またツリシーですね。ツリシーのお掃除です。お掃除です。そして目薬。お、目薬持ってます。持ってます。コンタクトしてる。コンタクトしてるからね。目薬大事。リップ、リップいきます。 DHC のリップクリームです。これは良くて本当にずっと使ってます。これ、でも06番シュリアン06番ユミちゃんとお揃いでした。はい、はい、次はこちらロム&のこれと同じ種類のやつで16番です、うん、そしてこちらも00番です。これめっちゃ可愛い。ちょっとキラキラしてるのかな、うんうん、もうすごい可愛いしぷっくり見えるから。そしてこちらはイヴ・サンローランルージュボリュベシャニー124番。こちらいただき物で、うん、レイラって書いてあります。すごい、そう、ラスト、あ、ちょっと筆があるけど、うん、ラスト、一応ラスト 3C ベルベットリップティント、ガフーガフーディーガフーディーで、こっちがリターリターリターフォアっていう色です。はい、以上です。はい、で次に、これはエチュードハウスのなんかクリスマスなんたらの筆ですね。で、こちらはあのさっきのこのシェーディングのついてきた筆ですね。あとは、多分フランフランかなの筆なんですけど、本当は5本あるんだけど、4本持ち歩いてます。チークとアイシャドウとかで使ってます。で、本当のラスト、なんかキラキラしキラキラになってるけど、&B のスポンジ、うん、めっちゃいいって言われてる。これめっちゃいい、本当にです。以上。はい、ということでこんな感じでした。これガチのリアルな使ってるやつなので、なんかもし一緒のやつ使ったよとか、うん、こっちもおすすめだけどこっちもいいよとかあったら、うん、なんかおすすめあればね、教えてほしいです。教えてください。ギャルくん教えてください。はい、ということで、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。